はい、次はポンチョです、うん、はい、先ほどもお話ししたんですけど、うん、前の日土砂降り降って、その日熱出たっていうのって薬をこう飲んだ時もあったんですけど、うん、ライジングって結構雨が多いんですよね。ね、なんかよく聞くのが天気悪いとか、うん、雨が降るとかっていうのをよく聞くんで、うん、次はポンチョですね。これうちから出てる 4-3D のポンチョなんですけど、はい、詳しい説明はまた違う動画でやります。今日はちょっとあくまでも僕のアイテムということで、でポンチョをこうすっごいコンパクトに収まってて、うん、この中に入ってるんですけど、このまずバッグ自体も、まあ、この中に携帯とかちょっとしたものを入れれるようなスペースも作ってるんで、まあ、これ一つあれば携帯と、まあ、ちょっとした塩分タブレット系とかを入れれるんで、まあ、いいですね。そうだね、はい、それ単体でも使えそう。そうですね。でポンチョの形は、まあ、ざっくりこんな感じで、上からバサッてかぶっていただいて、まあ、ライジングは朝とかも朝梅雨だったりとか、もうあってお尻濡れたりとかするんで、このままかぶっていただければどっか芝生座っても濡れないんで、まあそういうシート代わりでもいいですよね。そうだね、雨降ってない時以外でもね、以外でも使えると思います。はい、1枚あった方が、あった方が何かと助けてくれるかも。そうですね。でまあ、防水加工にもなってるんで、うん、風通し、風も通さないんで、うん、夜とかあれ引くぐらい寒い。寒いよね夜本当に結構もう石狩のフェスやばい、ね、海近いですもんね、うん、海近いからすっごい浜風って言ったりのかあるんですけど、うん、とかもあるんで、なんかそういう風よけ代わりでもいいですよね、バサッとかぶっていただければ、うん、ね、はい、それ用で一つあってもいいかもしれないです、うん、次は、はい、レインブーツですね。はい、これは、まあ、先ほども何回か話はしてるんですけど、うん、下が土、うんうんうん、なんで、まあ、晴れてたとしても、うん、次の日の朝とかの朝露でいろんな人歩いたりして結構ぐしゃぐしゃになってるんで、うん、なんかそういうのを自分のお気に入りの靴とか汚れてもショックだと思うんで、そうだね、はい、でこのレインブーツもすっごい柔らかいんで、で丸まるようになってるんで、はい、まあ、かつこういう収納袋もあるんで、うん、まあ、これにさっとしまってもらえれば、うん、っていうので、まあ車で来られる方とかが多いと思うのかな、どうなんですかね、駐車場バスの人も、ね、そうだね、バスと、まあ、半ぐらいですかね、うん、まあ、リュックに入れていただいても全然差し支えのないぐらいのサイズ感にもなりますし、ね、これぐらいになるんで、はい、なので、まあ、車で来られる方とかも車に一足積んでおいてもいいですし、うん、本当に緊急の雨とか降ったりとかすると思うんで、その時用で一足持ってればいいのかなっていうので、うん、去年は本当に前日の雨で次の日の朝結構スタートからちょっと濡れてるところもあったんで、うんうんうん、一足欲しいなっていうところも僕自身もあるんで、うん、今年はこのレインブーツ持って行こうかなっていうので、はい、で別売りにはなるんですけど、うん、インソール、インソール、インソールがあって、うん、まあ、これもすっごいクッション性が高いインソールをうち使ってるので、はい、長時間長丁場歩いてるとどうしても足の裏とかすっごい痛くなってくるんで、うん、まあ、こちらのインソールに限らず他のオーストライトとか使ったインソール、クッション性高いインソールあるんですけど、うん、ああいうのをが入ってる靴だったりとか、うんうん、まあ、自前でこういうのインソール買っていただいてもいいですし、うん、こういうのに、インソール入れといた方が全然疲れ違うと思うんで、うん、平べったい靴よりかはちょっと厚底のちょっとクッション性のあるような靴とインソールがあった方が、絶対楽しんで、そうだね、はい、楽しんで一日中楽しめると思うんで、こちらのインソールもぜひあった方がいいと思います、
それ普通にスニーカー入れれるもんね。あ、入れれます。レインブーツ以外でも入れれます。レインブーツ以外でも、ね、でサイズに合わせてこうカットしていただいてもいいので、うんうん、別にこのレインブーツだけではなくて、うん、まあいろいろなシーンでも使えると思うんで、うん、本当に1枚あればいいかなと思います。はい。で、大体本当に皆さんが必要だなっていうものを紹介はしてきたんですけど、はい、あとここら辺この3つですね、はい、まああってもなくてもいいよっていうあれなんですけど、これマウンテンハードウェアっていうアウトドアのブランドから出てるシェル、薄手のシェルですね、うん、まあポンチョだと暑いよっていう人とか、ちょっと夕方ぐらいの、うん、夕方ぐらいちょっと風吹き始めた時とか、うん、夜始めぐらいの時に僕去年は羽織ってたんですけど、はい、まあ防水性とかはないんですけど、うん、ある程度風抜きはするんですけど、すごいコンパクトに収まって、まあ、ここでパッカブルになるんで、すっごいコンパクトにこうやって収まるんで、なんかちょっとした羽織り、うんうん、ちょっと肌冷たいなっていう時に、うんうん、と思って、去年持ってきました。いいね。意外と柔らかくて、うん、撥水性もほんのちょびっとあるんで、なんかそのサコッシュバッグにも入る大きさも、あ、入ります入りますね。なので去年はその中にもこれ入れて一つね、忍ばせておけば、はい、なので、意外とあったら便利だよっていうのがこれ一つ、うん、で、あとはモンベルさんのカットソー、カットソー大切さんって書いてるんですけど、これポリエステル 100% なんです、はい、で、まあ速乾性あるよっていうのと、うん、あとこれポリエステルなんですけど全然毛玉にならなくて、僕ライジングだけじゃなくて、うん、まあ、これ去年の1日目かな、初日暑かったんで、雨明けですっごい暑くって、その時着てたんですけど、うんうん、まあ、バンド T シャツとか着ればいいんですけど、うん、大体の T シャツコットンが多かったんで、うん、速乾性の T シャツ、はいはい、これはもうフェスに限らず登山でも使えますし、うん、パジャマでも使えますしすごいヘビロテしてるんで、個人的に今回のフェスに関係あるかないかはちょっと分かんないんですけど、すごいモンベルさんのカットソーいいんでおすすめですね。おすすめです。本当に毛玉できないし、よしの本当にいいです。これは長持ちするんで、なんか襟とかくたらないですよね結構、もう多分2、3年ぐらい着てるのかな、全然くたって2、3年着てその状態なんだ、はい、全然くたらないんで本当にいいですカットソーまあ機能性のね、素材の服装の方がいいかもね、ライジングはいいですね。コットンだったら汗乾かないんで、うん、じゃあだん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 こう匂い気にしてきたりとかしてくるんで、ね、機能性 T シャツ本当に河川系の T シャツの方がいいかもしれないですね、うん、シャツとか河川系の T シャツがいいと思います、行くのであれば、うん、ですね。あとは全然本当に一番関係ないんですけど、僕の一番好きなバンド、エルレガーデンです、はい、今回も来ません。エルレガーデン来ません。来ませんか。先週の土曜日、来たエル、はいはい、1万人ありましたね。ソールドアウト行きましたあざーできました、何個か暴れたね。暴れました。これが来てほしいなって思いつつ持ってきます、うん、今年のライジングには来ないんですけど、今日まだ最終発表がまだされてないんで、うん、現時点では。そうね、まだありますよね。うん、なんかその噂は噂はありますよねターンテーブル出ちゃったけど、うん、で、まだちょっと期待してる人とか、はい、これを持ってきます。来なくても来てもタオルはね、1個あった方がいいね。タオルはあった方がいいです、本当に、ね、好きなバンドのアーティストさんのタオルでもいいですし、うん、やっぱり手ぬぐいだけだったらっていうのもあるんで、その大きさだったりとかもあるんで、うん、まあ、1日目使ったら2日目違う、まあ、手ぬぐい1個持ってたら2日目はタオルにするとかっていうのでもいいし、うん、まあ、汗ちゃんと吸収してくれるんで、そのタオルも、うん、まあ、バンドに限らずちょっと長めのタオルは持っといた方がいいと思います、うん、汗すぐ拭けたりするんで、ね、はい、なのでタオルは必要です、うん、とりあえず
こんな感じですかね。そうですね。とりあえずはまた次は、はい、まあ着てみてですよね。そうだね、着てのコーデをご紹介します。ありがとうございました。